ウルップ層は、オ箱バコカウルップ層続に分類される多年層の一種。北の浜に生育することから別名が、浜レンゲ。新エングラー体系及びクロンキスト体系では、ウルップ層下に分類されている。寒冷地や鉱山の斜面などの湿った、砂礫地に生える。河系は高さ15-25センチメートル。葉は、卵円形、または高大円形で。 長さ幅とも40センチメートルの肉質で表面に、艶がある。全体に無毛。青紫色の花を水上に多数つけ、おしべは、花弁よりも短い。下水は円柱型で、角花にツトがある。開花時期は6、8月。染色体数は 2N イコール22。和名の由来は、千島列島のウルップ島で最初に発見されたことによる。俗名のリゴティスは、 ギリシャ語のロゴスとオスからなり、葉の形状がウサギの耳に似ていたことに由来する。アリューシャン列島、カムチャツカ半島、千島列島、日本に分布する。日本では北海道と本州、八ヶ岳の硫黄岳と横岳の鉱山帯に隔離分布している。表記に日本に南下し、その後鉱山などの一部地域だけに生き残ったと考えられている。基準標本は、 ウルップ等のもの。純絶滅器具環境省により、レッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。以前は絶滅器具 IB 類指定であったが、絶滅器具通類に変更された。踏みつけが減少の使用員で、平均減少率は約30%、個体総数は約1万と推定されている。以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。